エルツハウゼンは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州ダルムシュタット D 群に、属す、町村。ダルムシュタットとフランクフルトアムマインの間に位置する。この町は、単一の地区からなっている。エルツハウゼンは、北は、メルフェルデンバルドルフ及び、エーゲルバッハ。南東は、軍独立市のダルムシュタット。南西は、バイターシュタットと境を接する。エルツハウゼンの長域に残る。 紀元前1500年頃の紛糾は、その頃までに最初の入植があったことを示している。900年頃、この町の名称は何度か変わり、例えばエラーディスヒューシン、アーハーツハウゼン、イーブリックスシン、アーンドシューシンといった表記が文献に記録されている。最も古い資料であるロルシュ文書には、イルツハウゼンと記されている。したがって、この町の名前は、 誤ってルフしているようなエアーズに基づくものではなく、アーハートから変化したものであることがわかる。プロテスタント教会中世には、エアハルトは、ウルナーフォン、ディーブルク家に属した。この時代に礼拝堂が建設され、地元では、ウルナー聖堂と呼ばれた。同じ広場に面して、現在は、プロテスタントの教会が建っている。 三十年戦争とペストはこの町からほとんどすべての命を奪った。1669年の人口はわずか73人であった。1771年にエルツハウゼンはヘッセンホーハクルートビヒ六世の所有となった。この頃には復興が進み、所領の引き渡し時点での人口は559人になっていた。さらに一世紀後には 人口は1244人になった。鉄道やアウトバーン A5 号線に近く交通の便が良いことから、エルツハウゼンは人気の住宅地である。このため人口は著しく増加し、1950年には3086人で、あったのが2004年末の時点では7186人にまでなっていた。エルツハウゼンの駅舎1888年に、 マインレッカー鉄道の停車場が設けられ、現在の駅舎は1903年に建設された。1997年にこの鉄道は、ラインマイン交通連盟に加盟し、その後 S バーンが設けられた。これ以後、S バーンは、フランクフルトやダルムシュタット、およびクロンベルクやバートゾーデンといったタウヌス山地まで30分間隔で、発着している。この列車は特に通勤者には、 便利な路線であり、やがて住民の多くが利用するようになった。S バーンの開通後、駅舎はもう使われなくなった。S バーンの列車には、専用に作られた S バーン用プラットホームで乗降する。こうした流れに沿って、駅前広場全域が改修された。2001年初めから、エルツハウゼンは、ドイツ鉄道から獲得した駅舎の修復を行った。 改築が完了した後は、調律図書館として利用されている。これ以後、エルツハウゼン駅の駅舎は、ルシザー・ブッカーボンハフとなった。町役場エルツハウゼンの町議会は25議席からなる。ありがとうございます。